結局真の力とやらを見ることもなかったな。残念。死ね。ちって、貴様何をする？邪魔をするな！もう少しでセルを倒せたんだぞ！こら、俺より目立つな！何としてでもミスターサタンを守ってください。彼は死なせてはいけない人だね。付け出しなぞいらん。俺一人で十分なんだからな。ち、生きていた。あいつ何者だ。わざわざあんなのを助けるなんて人がいいやつだな。おい、だから俺より目立つなと言ったんだろうが。あいつまだレベルの力に気づいていないのか。バカの世界チャンプ。飛び入りしてくるだけの実力はあるの。で、当然だ。これは世界ナンバーワンだぞ。聞いてなくなる。貴様の取り付けぞ。俺には通用せん。くれい。聞いてなくなる。さあ、とどめだ。うるさい。あ、よかった。生きてますね。じゃあ、いよいよ次は。なんなんだ、貴様らは。俺の邪魔をするな！なんだって。
どいつもこいつも俺の邪魔ばかりしやがって。なんだ、何が起きてるんだ。サタンとトラナーと止める場所は、これはミラたちの仕業でしたね。いきなり貴様からか。一番の楽しみは最後に取っておきたかったのか。いいぞ孫悟空。戦いはこうやってある程度実力が近くなくては面白くない。オラもそう思う。ここまで楽しめるとは正直思わなかったぞ。場外負けというのはルールから外そう。
痛い痛いぞ。なんてことだ。まだ起き上がってくるなんて。相当強い力を送っているはず。きっとミドたちも近くにいるんでしょう。こちらで探してみます。もう少しハタを食い止めてください。ふざけよって。何を言うかと思えば孫悟飯。なあ、僕がセルト。ごはん言わない世の中取り消してやるんだ。悪さになりてんだろ。わかりました。やってみます。孫悟飯、なかなかの器用を感じるな。孫悟空の言ったことも、なんたらはったりばかりではなかったらしい。この私に勝てるというのは、いささか言い過ぎだった。すぐに殺した。もうやめようよ。こんな戦い意味がないよ。僕は本当は戦いたくないんだ。殺したくないんだよ。僕は昔から怒りでカッとなると、とんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。だからきっとお父さんはそいつを計算して。そんな話を聞いておじけづくとても思う。それでか。私はどうしてもママを怒らせたくない。ミスターサタンが感じた怪しい気は少し消えたようです。これでもう起き上がれないはず。今後は貴様たちの番だ。そんなそったれ。こいつも本来より強くなっているのだ。お願いします。皆さんを守ってください。気つけろ。恐ろしく強いぞこいつら。無駄だ。絶対に勝つ。小さくても私の子供たち。気が膨らみ始めたな。いいぞ。やっと怒りを感じ出したようだ。早く進化を見せると取り返しのつかんことになる。
ベジータやトランクスでやっと合格する。体力を失っている本人の方も危ない。みんなすまねえ、このはずじゃなかった。みんな殺されてしまう。本当に僕にすごい力が隠されているのなら、その力を出したい。だけどどうやったら自分の力が出せるのかわからないんだ。やめろ。トランクス以外はもう二度とドラゴンボールで生き返ることはできないんだ。やっほー。やっほやっと真の姿を見せたか。それで面白くなってきた。ついにゴハンさんが覚醒しましたが、何か様子がおかしいです。ゴハンさんの気はこんなまがまがしいものではありません。これはやっぱりミラたちの姿だ。まさか本気でこの私を倒せると思っているんじゃないか。倒せる。もう引き出たな。
スに通る。ご飯、何してる。とどめだ。すぐにとどめさせ。早いよ、お父さん。やつはもっと苦しめてやらなきゃ。すぐそばにいます。セルジュニアを倒したら、ひとまずセルはコハンさんに任せてすぐ向かってください。いまいち思い通りに動いてくれないわね。孫悟空の息子だからなのかしら。あら、またあんた、しつこいわね。腕を上げたようだな。感じるぞ、強大なエネルギー。そろそろこいつのエネルギーも回収させてもらおうかしら。お前たちの思い通りにはさせない。はあ、あんたのトランクス、なぜここに。俺たちは地球の流れを守るタイムパトローラー。お前たちの行いを止めるために来た。そう、あんた違う歴史から来たのね。サタンやゴハンさんの様子がおかしいのもお前たちの仕業だろう。一体何のためにこんなことを。私たちの未来のための実験とでも言っておこうかしら。実験だってふざけるな。ふざけちゃいないわよ。失礼しちゃうわ。科学者が実験して何が悪いって言うのよ。こいつらは時間の流れから外れた連中。彼らとの戦いは歴史の干渉に当たりません。俺も一緒に戦えます。いいこと思いついたわ。ミラ、ここは任せるわよ。おい、どこへ行く。お前たちの相手俺だ。一人で俺たちを相手にするつもりか。がっかりさせる。こっちは二人かかりかっていうの。一回だったこの程度ならすぐに始末してしまえばよかったな。いいぞ、なかなかのエネルギーだ。こいつ本当に効いているのか。攻撃は当たっているはずなのに。やっぱりただものじゃない。
全力で来い。一秒でも長くもがいてみせろ。気をつけてください。半端な強さじゃない。まだ力を隠していたのか。お待たせミラ、今回はここまで。一旦引きましょう。どうしたソンボラン、より完璧になり戻ってきた私におじけづいたか。ここはもういいわ。でも、じきに面白いものが見れるわよ。ふん、決着はまた今度だ。じゃあね。くそ、逃げられたか。仕方ない。ごはんさんの様子も気になります。みんなのところに戻ってもらえますか。すみません、よろしくお願いします。セル死の淵から蘇ったところで、私はさらにパワーアップして戻ってきた。何よ、ご主人、気でも入れてみて。僕ら思い上がりで死んでしまったお父さんの仇が打てて嬉しいんだ。この手で殺したか。ご飯のやつどうしたんだ。急に様子が。ミラたちのせいでしょうか。ご飯さんのパワーが落ちているようです。ご飯さんを助けてセルを倒してください。あのよさ、火曜様に手伝ってもらって今だけ特別に喋ってんだ。まだおめえは力の全部出し切ってねえぞ。あっ、この私は。
やりやがった、あいつ。やった!やった!どうやら、助かったようだな、俺たちは。